鶴留明夫は、日本中央競馬会の元騎手、元町教師、鹿児島県出身。1959年に、騎手デビュー、障害競争を中心に騎乗し、山人大屋による1967年秋の中山大障害など、障害重症4勝を含む152勝を挙げた。騎手引退後の1978年により、町教師として開業。 1995年の東京優春の優勝馬、田安強し、2005年の宝塚記念など、g i 級競争参照を挙げたスイープ投票など、数々の活躍馬を管理した。1931年、鹿児島県姶良郡姶良町に生まれる。中学校卒業後、県立牧園高等学校に進学。一年次の二学期途中、小柄であったことから、 バ術ツブ所属の上級生より騎手になることを勧められ、家族の反対を押し切って中央競馬の騎手養成長期課程を受験した。合格後、高校を中退して東京都バジ公園に騎手候補生として入った。同期生には菅井彦像、大和田実などがいる。1959年に騎手免許を取得し、京都競馬場、武田文吾旧社から騎手デビュー。 10月に初起乗を迎え、翌1960年4月9日に勝ち姫で初勝利を挙げた。当初は平地競争で主に起乗していたが、骨太の体格で体重を5 6ラム以下に落とすことができず、筋量が重い障害競争へ主戦場を移していった。1964年、北海誉まででアラブ大障害を制し、重傷初勝利を挙げる。 よ九1965年、武田厩舎へ入門が決まっていた福永陽一と入れ替わる形で、所属騎手を求めていた、富山ため夫厩舎へ移籍した。1967年、山人大屋で、障害の最高競争、中山大障害に優勝。以後も障害を中心に騎乗を続けるかたわら、富山の勧めで調教師を目指して、勉強を始め、百七十七年に、 調教師免許を取得。これに伴って、騎士を引退した。通産1,241,152章、内障害512,093勝、障害重症4勝。管理パボーの秋を待って1年4ヶ月を技術調教師として過ごした後、1978年7月、立党トレーニングセンターに旧社を開業。10月15日に、アウネスラーで、 初勝利を挙げた。翌1979年秋、同馬で京都大障害を制して長教師としての重賞初、勝利も挙げた。年間成績では10から15勝前後の中堅会といった成績であったが、1985年にリワードウィングが頻馬三冠路線の最終戦、エリザベス女王杯を制し、騎手生活から通じての平地重賞初勝利を、 GIQ 競争で挙げた。この頃より成績が上向き始め、1987年には24勝を挙げて、関西の優秀調教師賞を受賞。重賞でも毎年勝利を挙げ、1991年にはシスター東賞で大花賞に優勝、1994年には鳥海キャロルで優秀品馬に優勝し、調教師として史上4人目の 牝馬三冠を達成した。同年、自己最高の年間29勝。翌1995年には、田屋強義で、東京優秀を制し、ダービートレーナーともなった。2004年には、武田九社の兄弟子、渡辺久志の定年引退に伴い、管理を引き継いだスイープ投賞が、秋華賞に優勝。同馬は、翌二千五年に牝馬として、史上2投目。 39年ぶりとなる宝塚記念制覇を達成。秋にはエリザベス女王杯にも優勝し、同年の最優秀4歳以上牝馬に選出された。2008年には10歳馬、アサカリフィートが小倉大将天に優勝し、中央競馬における平地重賞の最高齢勝利記録を樹立した。騎手を育てることにも熱心であり、 兄弟子の渡辺厩社に所属した角田光一や1993年に巡職した岡淳一郎自身の弟子である池添健一といった騎手を新人時代から積極的に登用した。池添は今若い騎手はあまり数多くは騎乗させてもらえませんが僕の場合は所属場のほとんど全場に騎乗させてもらえました。本当にいい厩舎に所属できたし 恵まれていたと思っていますと語っている。また一方では、騎乗数を減らしたベテランへの支援も行い、特に、小島貞弘を、旧社の主戦騎手に抜擢し、懲戒キャロルゲオークス、田安剛しで、ダービー優勝の栄誉へ導いたことが知られる。騎手生活晩年に不遇をめぐったという久保利文も、僕が乗る馬がなくて苦労した時に、一番、助けてくれたのが鶴留先生と語る。 こうした傾向は、武田文化の気風ともされており、作家の木村康二は、鶴留を、やはり、武田文吾の影響を受け継いだ、古風かもしれないが、義理人情の調教師と言えると評している。2012年2月29日付で定年により、調教師を引退する。主な記乗馬受賞主な管理馬、括弧内は鶴留管理下における、優勝重賞競争。太字は、文化生。 括弧内は、旧社所属機関と所属中の職分、ありがとうございます。